旦那、よそをあさってくだせよ。どっかの崖上に三重の塔が見えやしたぜ。あんだけご立派な塔だ、きっと中にはお宝がしまわれてるに違いねえ。あっしならそう思いやすね。好きじゃねえが、仕方ねえな。落ち着いて漁らせてほしいもんだ。何をする？やめい！所詮ははぐれ忍びか。寝返りおったな。忍び殿、三味線の音を聞いておられぬか。音をたどってきたところ、この井戸穴に行き当たったのでござる。知らぬ。そうでござるか。忍び衆ならばもしや心当たりがと思うたが、あの調べは誰を呼んでおったのか。くぅ、なぜだか無性に気にかかる。いや、何でもござらん。忘れてくだされ。くはない。だがやむなし。忍び殿、せめて弔っては死んぜよう。
忍びのお方、司祭はお渡しした紙を。余計なことは互いに知らぬがよいと存じます。なぜ、やはり我らの施術を厭うというのか。師匠、やりましたよ。助けてください。あっちの方、向こう岸まで渡りてんだがな。崖下に。タコ揚げ係のラッパがいる。あいつにずっとタコを揚げさせる。そんな芸当ができりゃいいが。まったく、どうにか野暮用を済ませてんだがな。たもんだぜ。まったく面倒かけさせるんじゃねえよ。毎度旦那、さあ買っていってください。じゃあな旦那、また来てください。
追い腹を切れなんだ無念、ようやく覚悟は変わらぬか。ああ、そこもとに切られたいのだ。承知。さあやれい。Oh!